エイドリアンとミネはコンテンポラリー文学的な作品で人気を得たアメリカ合衆国の漫画家。コミックブック形式で出版された短編漫画シリーズオプティックナーブで知られ、翻訳書は3冊ある。イラストレーターでもあり、ニューヨーカー誌へのイラストレーションの機構で名高い。カリフォルニア州サクラメント出身、ニューヨークシブルックリンク在住。エイドリアンやトミーネの日本語表記も見られる。 1974年5月31日、カリフォルニア州サクラメントに生まれる。日系アメリカ人4世にあたり、生の漢字表記は、トーミネである。父クリス・トミネは、カリフォルニア州立大学サクラメント校、土木工学部から、環境工学名誉教授の称号を、母サツキーナは、同校教育学部から、名誉教授の称号を授与されている。両親は共に、 太平洋戦争中に日系アメリカ人として幼少期を過ごし、強制収容の経験がある。8歳年上の兄がいる。2歳の時に両親が離婚して以来、母に連れられて、フレズのオレゴン、ドイツ、ベルギーと頻繁に転居を繰り返す一方、夏はサクラメントの父の下で暮らした。あるインタビューで、子供の頃、文字も読めないうちからコミックブックを読んでいた。 コミックというメディアが持っている何かに釘付けにされたんだと語っている。幼少期はピーナッツやアーチーコミックのほか、スパイダーマンをはじめとするマーベル社のコミックブックを愛読していた。しかし年を取るにつれてスーパーヒーローコミックへの関心は薄れ近年ではヒーロージャンルを中心とするメインストリームコミック界とはほとんど関わりを持っていない。富の中で コミックへの情熱を決定的なものとしたのは13歳の時に出会ったオルタナティブコミックの名作、ラブロケッツであった。後に漫画家としての画風を確立するにあたって影響を受けた作家として、ラブロケッツの作者の一人、ジェイミー・ヘルナンデスのほか、ダニエル・クローズ、チャールズ・バーンズの名を挙げている。同時代の漫画家、クリス・ウェアのファンでもある。 1991年、サクラメントのハイスクール在学中に漫画作品の自費出版を始めた。自作の短編をまとめた6ページの手製状冊子に、オプティックナーブというタイトルを付け、地元のコミックショップで販売したのだった。自費出版機のオプティックナーブは全7号が制作され、ミニコミックとしては絶大なヒット作となった。 コピー機で印刷された第一号の初版部数は25部に過ぎなかったが、号を追うごとにアンダーグラウンドコミック関係者の間で注目を集め、1994年に刊行された第7号は、コミックの自費出版を支援する団体ゼリック、ファウンデーションから5000ドルの助成を受けて6000部が印刷された。同シリーズをたまたま手に取った編集者から依頼を受けて、 タワーレコードが発行するフリーペーパーパルス27歳から2年半にわたって漫画を連載した。これが富ネにとって商業出版デビューとなった。また作家活動の傍らカリフォルニア大学バークレー校に通い1996年に英文学の学位を取得した。カナダの独立系コミック出版社ドローンクォーターリーは富ネが送付した。 オプティックナーブに感銘を受け、同シリーズを通常半径のコミックブックとして観光することを申し出た。1995年4月に発売されたオプティックナーブレギュラーシリーズ第1号は、一世にして D&Q 社のトップセラーとなった。富根は、早熟なある種の天才として広く認知され、翌1996年には、ハーベー賞最優秀新人賞が授与された。 D&Q 社のオプティックナーブは現在まで不定期に観光が続けられており、最新号は第14号である。コミック関係者のみならず、一般の文芸評論家から自意識にとらわれがちなジェネレーション X 世代の代弁者と目されることも多かったが、富根自身は同世代の友人が少ないのでそのような扱いには居心地の悪さを感じていた。コミック批評師。 ザコミックスジャーナルは、若手漫画家を特集した第205号の表紙を、とみネに依頼した。これに応えて描かれたイラストレーションは一種の自己批評となっており、ファンやマスコミに取り囲まれているとみネの自画像とともに、自作品のクリシェをパロディ化した漫画の原稿が描かれていた。その中の1ページでは、ヒップスターの少女が読者に向けて語りかけている。私ってすっごく、 キュートよね。コーヒー大好き。インディーロックも大好き。でも、悲しいの。分かってくれるエイドリアン・トミネ、ザ・コミックス・ジャーナル第205号表紙1990年代には、テレビのトークショーザ・ジェーン・プラットショーに出演した。その経験は、オプティック・ナーブ第6号に収録された、短編マイ・アピアランス・オン、ザ・ジェーン・プラットショーに描かれている。オプティック・ナーブシリーズ作のほとんどは、 D&Q 社からグラフィックノベルとして再出版されている。シリーズの初期は著者自身を語り手とする小編が中心だったが、年月と共にある程度長い物語が描かれるようになった。ミニコミック期の作品はアンソロジー32ストーリーズに収録された。D&Q 版第1から4号にはそれぞれ数編の小編が掲載されており、短編集。 スリープウォークアザーストーリーズにまとめられた。第5から8号はフィクション性の強い作品への移行期にあたり、各号がそれぞれ独立した短編となっていた。これらはサマーブロンドにまとめられた。第9から11号は初の長編作品であり、ショートカミングズの題で書籍化された。富ネは同作について先人から受けた影響の寄せ集めではなく、 自分自身のストーリーを語ろうとしたと述べており、アジア系としての人種的観点を正面から扱い、生々しい感情を排していた初期作からの変化を見せた。第12号から第14号までに掲載された6編の短編はキリングダイイングとして出版された。表題作はアイズナー賞最優秀短編賞を受賞した。グラフィックノベルの制作と、 並行してコマーシャルイラストレーションの仕事を行っている。ニューヨーカー、エスクアイやローリングストーンといった雑誌にイラストレーションや漫画を数多く寄稿しており、特にニューヨーカー誌の表紙を何度も手掛けていることで名高い。初めて同誌の表紙を飾ったイラストレーションミスドコネクションは、すれ違う2両の地下鉄の窓越しに偶然同じ本を読んでいることに気づいた若い男女が、 一瞬だけ視線を交わす場面を描いている。同作は、富根の作品の中でも広く知られており、思い通りにはいかないがスリルに満ち溢れた、都市生活を象徴すると評されている。富根は2004年に初めて、ニューヨーク市に移り住んだため、ニューヨークの情景を描くにはディテールを入念に取材しなければ、作り物になってしまうと語っている。2012年には、 ニューヨーカー病死イラストレーション前作を含む作品集ニューヨークドローイングが刊行された。日本においてもニューヨーカー市のイラストレーターとして一定の知名度を持ち日本の出版社でイラストレーションの仕事を行うことがある。ファッションブランドのビームスが発行する文芸誌インザシティは2010年10月の創刊以来都会の何気ない日常を 知的でユーモアを持って描いたトミネのイラストを表紙に用いている。CD のジャケットやブックレット、ポスターなど、音楽業界でのイラストレーションでも知られている。これまでにイラストレーションを提供してきたバンドは、インディーロックのジャンルが多く、イールズ、ヨラテン語、ウィーザー、ザ・ソフティス、ザ・クラブスなどが挙げられる。また、クリテリオンコレクション社が発売した、 小津や二郎監督作品の DVD シリーズにもイラストレーションを提供している。トミネの作品はリアリズムに基礎を置いている。ドラマチックなプロット要素はあまり用いられず、日常的な出来事と人間関係のダイナミクスを中心に物語が進む。トミネは長編作品の制作について現実の人間が交わしているような長々しくて、 退屈な会話を描くスペースがあるから好きだと語ったことがある。人物や背景が精細に描かれる一方で、説明的なナレーションやモノローグは意図的に切り捨てられており、作中人物の内面で起こっているドラマについては読者の想像に委ねられている。ほとんどの作品は、はっきりした気象転結がないまま唐突に結末を迎え、問題は解決されずに終わる。 このような作風は、レイモンド・カーバーに例えられることが多い。初期作品集の序文で、僕の高校時代が楽しいものだったとすれば、あなたの手の中にある本はこの世に存在していなかったはずだと語っているように、内向的で不安に満ちた若者の心理を主題にすることが多く、周囲となじめない、阻害された人物を描く名手と評される。このような作風は、 読者の功を二分する原因となっており、誰もが心の中に飼っている負け犬に訴求する、読者が抱いている恥の意識や自己嫌悪を浮き彫りにすると共感されることもあれば、無双癖、不全感、マイナス思考や敗北主義思考の持ち主ばかりが登場することを批判されることもある。富根がジェネレーション X の世代に属していることから、 作品に見られる負け犬意識や被写会性を世代論と結びつけた評論も多い。1990年代以降のアメリカのオルタナティブコミックでは、筆者自身の不安感や退屈な日常を収めた視点で描く作風が主流となっているが、トミネはその代表である。先行する世代の中で、ロバート・クラムやアート・スピーゲルマンがカウンター・カルチャーとしての芸術表現を 思考していたのに対し、こわだかに社会と対決するよりも私的な現実を細密に描写しようとしていた、ハービー・ピーカーの系譜に連なるのが、トミネだと言える。正式に絵画の訓練を受けたことはなく、愛読している漫画を模写することで描き方を学んだと述べている。無駄のないエレガントな描線は、ダニエル・クロウズやジェイミー・ヘルナンデスからの強い影響を受けたことが指摘され、 自身でもたびたび発言している。サミー・ハーカムやクリス・ウェアなど、現代のウルタナティブコミックでしばしば見られる、子供のクレヨン画やいたずら書きを思わせる、デフォルメされた様式と比べると、トミネの絵は、写実的であり、小物や、表情のディテールを精緻に描くことで人物の内面を、表現している。何気ない仕草を描く名手とも呼ばれる。読者に、 演出を意識させないようにダイナミックな小回りを避けていると述べるなど、現実ながらもミニマールで自然な漫画表現は高く評価されている。イラストレーターとしては簡潔で、スタイリッシュな描線と抑え気味の色調を特徴とする。ニューヨークの住人と街の情景を題材にすることが多く、2冊のイラストレーション集はいずれもニューヨークを主題にしている。1万円から、 豊かな物語を創造させる技量には定評があり、字を止めることによって、その前後の時間の広がりを感じさせる物語が始まろうとする動的なエネルギーを一瞬に切り取って見せると評されている。富根のコマーシャルイラストレーションは、漫画作品に比べて沈鬱さがストレートに表現されることはなく、切ない優秀と呼べる印象を作り出している。 著名なオルタナティブコミックの書き手の多くがグラフィックノベルの書き下ろしへと発表の場を移す中、富根は唯一と言っていいほどコミックブック形式の個人誌を出版し続けている。富根は採算性の低いコミックブックの刊行をアナログレコードの制作に例え、ほとんど D&Q 社の行為で続けていると語った。オプティックナーブ第12号に掲載された2ページの自伝的漫画には、 ペラペラのコミックブックにこだわり、漫画家仲間から最後のパンフレット作家と揶揄される著者の姿が描かれている。富ネは作品にはそれぞれに見合った出版形態があり、豪華な大判ハードカバー本よりも安価な中戸地冊子がふさわしい場合があると語っている。またミニコミ氏のインタビューにおいて、オルタナティブコミックがメインストリーム文化の中に溶け込みつつあることを喜ぶ。一方で、 貴重なアウトサイダーアーティストの隠れ画だったコミック出版文化が失われることを惜しむ心情を語っている。日本の劇画作家、辰巳義弘から影響を受けたと語っており、辰巳作品の英語圏への紹介者としても知られている。ただし富根は日本語が読めず、日本の漫画一般については特に詳しくないと述べている。富根によれば、 1988年に出版された無許可の英訳本グッドバイアザーストーリーズで初めて、タツミの作品に触れ、ラブロケッツや RAWC のようなオルタナティブコミックと同列に愛読したという。2003年、トミネは初の翻訳出版を機会に来日し、タツミと面会した。タツミの作品から一般の日本漫画とは異なる人間性、 深みを感じたと語る富根に対し、辰美はまだ若い高校時代からそんな感覚を持っていたというのは、何というかお気の毒な気がするんだけどと返したという。その後、富根の仲介により D&Q 社は2005年から辰美の英訳作品集の刊行を開始した。それらの企画、編集、デザインは富根の手による。特に記載がなければ D&Q 社間。 ありがとうございます。